やふっかさん綺麗。ここわベストショット。ちょっと待って。年始に母親と踊って心踊ってます。どうも力部の涼介です。お願いします。年始親戚にたくさんお会いして心踊ったんですけど、その中でも母親と今年は踊りましたっていうのが X とか Instagram の方でちょっと書かせていただいたんですけど、年始に母親からあげましておめでとうっていう LINE が来て、その次の文に SnowMan レンジャーホリックのサビを覚えてきてなっていう文章があったんですね。っていうのが僕のお母さんはめちゃくちゃ Snow さんでショッピー推しなんですけど、そのレンジャーホリックのサビを踊りたくて一緒に覚えて踊ろうっていうラインやったんですよ。ただいやさすがに踊れへんやろって思いつつ会いに行ったんですね。ほんなら案の定年末のライブ見たっていうのから覚えてきたっていう話になって、いや全然覚えてへんわって言ったら、じゃあ今覚えてって言われて、で実際覚えようと思ってじゃあ動いてみたらめちゃくちゃ覚えてるんですよ。しかもめちゃくちゃ踊れてるんですよ。もうそれに僕と兄貴はもう大爆笑。なんで覚えてる、なんで動けるっていうのに、まあでもせっかく覚えてるしじゃあその場で覚えて踊ろうかなっていうので、ちょっと軽くですけどサビ一緒に踊ってっていう年始を過ごさせていただいて、またその映像はインスタのストーリーに上げさせてもらったんですけど、結構ね反響がやっぱ良かったですね。めちゃくちゃ動けますねとか、めっちゃ上手ですねっていう母親へのコメントがすごくいただきました。ありがとうございます。ってな感じでね、なんかやっぱり母親の血を受け継いでるんやなーっていうのを改めて実感したでして、ってな感じで始まったわけでございますけれども、今回の動画は本当は早く撮りたかったんですけど、今回は一人で撮らせていただきたいと思います。それではタイトル発表いたします。 SnowMan ラブトリガー。ラブトリガーということで、もともとは1月1日に確か公開やったんですけど、石川県の地震の件でちょっと延期になってしまって、後日公開という形で夜の11時とかに公開やったんで、ちょっと僕がその次の日が仕事早くてその日の撮影諦めちゃったんですけど、今回のラブトリガーは岩本くんがテレ朝の恋する敬語24時というドラマで主演を務める主題歌となっております。っていうことですよ、もちろん振付師は岩本くんです。いや、岩本くんの振り付けってやっぱり癖になるっていう部分と、スノーマンの良さを最大限に引き出す振り付け、そして時折入れる手話なども気になる部分ではあるんですけれど、今回はやっぱりトリガーということで銃ですねのイメージをした振り付けがあるとのことなので、それも注目して見ていきたいと思っております。なんかこういうのではないっていうのは年末のライブでチラッと見たんで、こっちに注目していきたいと思います。それでは早速スノダンのみんなと心を躍らせながら見ていきたいと思います。それでは行きましょう。よろしくどうぞ。チカログ、それでは見ていきましょう。オープンザ PC ということで、今年はねおしゃれというか被写体的なこともしていきたいなと思っておりますので、そちらもちょっとインスタグラム等で上げていくので、よかったら楽しみにしていってください。セルフ選挙予報でございます。それでは改めまして、 SnowMan ラブトリガーミュージックビデオバージョンです。ポチッとな。いやダンディ、うわうまい、ウェーブ綺麗、あーいいね。向井くんって指先綺麗ですね。インテリードフラミンゴの家やん。はーい、うわいい、岩本くんっぽい振り付け。おう、あ、重婚か。いや、ふっかさん綺麗。出たよ、最近目黒くんの目にやられる。いや今のエロい。成人おめでとうございます。はい、あーあいいね、こういうの好き、しょっぴ男前。岩本くんいろんな髪型すんね、結
構カラーがしっかりしてる今回。はい、いやこのサックンはエロい。サックンほどピンク狙う人おらんよな。耳心地いいわ。サックンなんか大人びてんな今回。いいね、これラップ調の歌う感じ。はい、結構目まぐるしいね。これはダンプラ絶対必須やわ。いいね、巻き戻せないよ。こういうシンプルな見せれるのがやっぱうまいよね。この辺も歌詞みたい、なんか。あーでも二面性やな、やんちゃな部分となんかおしゃれなフォト部分と。見やすいな、ガンビチが良すぎる。伊達様、来る？えい、この感じやねんな。こうじゃないんか。これこれ、うわーい、あ、こういうことね。これいいね。ウェイ、ウィンクずるいな。もう覚えそう。いいな、このフォトステッセーな。あいや最後バリ気持ちいいやん。ラブトリガー素晴らしいですね。サビの部分の音もちょっと覚えちゃうもんね。こんだけ聴いてると一回聴いただけでスッと入ってくる。そしてこのみんなの美術の良さ、これ今最初の画面見てるんですけど、これに書いてる We'll Go Together ってもう一個の曲ですよね多分。これなんか結構隠されてそう。ここで考察で気づくことあったらぜひコメントください。だいたい約4分ぐらいの曲なんですけど、一瞬マジでみんなの美術の良さとこの場面転換が結構今回目まぐるしいイメージやったんで、ほんまにあっという間にあっていう説明する間もなくどんどんいっちゃうから、ちょっと2回目はしっかり止めながら喋っていきたいと思います。それでは改めまして2回目止めながら見ていきたいと思います。スノーマンラブトリガーミュージックビデオバージョン2回目です。ポチッとんな。ここまず、はい、開始1秒、先ほど言った We'll Go Together、 この部分に多分ねいろいろ隠されてる気はします。もしかしたら次回この曲の、これが曲なのかもちょっと分かってないんですけど、この曲があればこの曲に何かつながる部分があったりするのかなとか思いつつ、先ほども言ったんですけど何か考察分かる方がいればコメントお待ちしております。では行きます。ここね、ここさっくんさすがやね。胸のアイソレ素晴らしくでかい。ほんまその身長の高低差をなくす大きさが素晴らしくうまい。伊達様もいいね。ここね、トゥン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 をこれ手だけで取って体重移動と、この簡単に見える振り付けなんですけど、繊細さ、強くやりすぎても違う音やし、優しすぎても違う。このちょうどいい音感を全員共通して認識してるから綺麗に見えるんやと思います。いやこの向井くんいいね。ここもそうなんですよ、
そうなんですよっていうか、なんかね、このフォトスペースというかにいる場面もあれば、ちょっと男気あふれる場面があったり、この二面性がなんかもしかするとドラマになんか関係してるのかなとか思うんですけど、もしこの辺も分かる方があればコメントお待ちしております。繊細な撮り方は、ここ阿部くんのまず伊達メガネからインテリゾーン、これはいいね。こういう先輩大学生いたら惚れるもんね。勝手にこういう後ろの衣装とかもちょっと関係してくるのかなとか思っちゃいますよね。ここほんでさっきちょっと言ったんだけど、ドフラミンゴ、まあ、ピンクの世界観に伊達様マッチしてる。伊達様ってやっぱりこういうゴージャス感あふれるとほんまに似合うよね。しっかりインスタグラムの方もフォローさせていただいてチェックしております。ここめっちゃ好き。ここいいよね、振り付けステップ、だだだだ、ここいいね、好き。めっちゃシンプルやんけどね、やってること。なんかね、ふっかさんってやっぱおしゃれやね。この黒の衣装でもちょっとおしゃれに見えちゃうんやね。なんかスタイルかな。でもスタイルで言ったらみんないいもんな。この謎めいてるふっかさん、魅力詰まってるわ。これはね、ちょっと最後に見ますよ。最後に悪い顔するんで。これこの顔は好きな人めっちゃ多いと思うんですよ。俺めっちゃ好きなんですよ。メメのくしゃってする顔、ここにしばよってかっこいいメメだけだと思います。いや、この笑顔は守りたい。素晴らしく可愛い。はい、そしてラウルくん成人おめでとうございます。20歳ですよ、ラウルくん。20歳がここにいるんですよ。美しすぎる。もう毎回言ってるけど、ラウルくん性別がラウルくんなんですよ。可愛かったり、かっこよかったり、美しかったり、男らしかったり、すべて兼ね備えてる高身長イケメン男子でございます。え、服着てないの？そんなことある？これはちょっとやらしいな。素肌にジャケット着てこんなにスタイリッシュに着こなせんのはラウル君だけじゃないですか。すげえな、マジで。ここやばい、止めすぎや、ごめんなさい、止めすぎです。ここのフッカさんは惚れる。いいよね、このフッカさんの一旦でって感じ。はい、ここね、思ったよりも激しくないダンスけどキレがいいよね。ちょっともう一回しっかり見ていこう。トリガーの部分ここやね、トリガーね、ここ好き。ショッピー美しい、愛するよ。はいはい、ちょっと待って、忙しい忙しい、ちょっと待って、追えへん追えへん。この岩本くんに見惚れるわ、マジで。岩本くんみたいなお兄ちゃんいいよね、星。そしてさっくんですよ。なんか今回のさっくんってめっちゃ大人っぽくないですか。でも大人なんですけど、いつもって無邪気さがあったり子供っぽさがあると思うんですけど、今回はなんか雰囲気なのかオーラなのか、ちょっと大人にシフトしてる感じがします。髪かき上げかっこええ。振り付けしたよね、そんな難しいことしてないんですよ。なんやろな、この結構サビの曲調やったりラップのところって攻めれると思うんですよ、音的には。けど今回全部繊細に振り切ってる感じがしてて、大きな振りっていうのがあんまりないイメージ。岩本くんの中でそのドラマとか曲とかをイメージしてで組み上げた結果が多分これだとは思うんですけど、やっぱりね、そういう発想、俺らやったらバンっていくぜってなっちゃうところを全部落とすって、やっぱスキルがないと見せきれへんから、素晴らしい自信と挑戦ですね、これね。ちょ、止めすぎや、さっくんかな。いやー、これ普通みたい。うーの足、片足立ちで片足出して、その立ってる足投げてバランス取ってるんですよ。
いやーすごいね、ここ好き。いやちょっともうちょいちゃんと見たいなマジで。いやこういうとこショッピーもいいね。普通に見てまう。このパターンとなんか何パターンかやっぱあるよね。何かを意味してるのかな、何面性のキャラクターを。ショッピー所作がエロい。絵のうまいね、やっぱ高低差つけんの。くるよ。ごめんなさい、これはちょっとごめんなさい、推しの補正なんですけど、さっくんやばなかった今。いここうわベストショット、もう全てイヤリングとか指輪とか全てがもう高級品に見えるぐらい美しい。まあ絶対高級品やねんけど、こういうさっくんとか見るとやっぱカラコンしてみたいなっていうふうにちょっと思ったりしますよね。絶対似合うけどね。いやーいいね。いやーちょっとエロいな、なんかみんな。うわーいいね。ちょっと待って、顔3回触るって振り付け初めてやな。いやーいいね。ここも音めっちゃ見やすいですね。やっぱそんな大きい振り付けじゃないよな。さっくんも押さえてるもんね。全員一個ずつアーシャみたい。ちゃんとただのポージングが全員かっこよすぎるんよ。この2いいね。メメラウールくんいいね。このアップされた時の向かい君たまらんな。ここはい、ちょっと待って、トゥ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 ーンとこ、むずっ。走れたらもっとよかったんやろな。いやーいいね。結構細かい振り付けが多いね、やっぱり。なんか気づきました、そこ取らんねやっていう部分。こう動かんパターンあんねんな。ちょ、これダンプラかダンパフマジで見たい。くるよ。ちょっと待って、すっごい音見えるな、繊細マジで。このちょっと弾く音もうしっかり表現されて、この途切れないようにカチッカチッカチッじゃなくて、全部がこうつながりつつも滑らかってよりはしっかり一個一個取りながらやってるから、むちゃくちゃ綺麗。これめっちゃいい。これテンション上がんな。たまらん。いやースノーマンラブトリガー岩本くんの振り付け、ちょっと大人びた雰囲気、これは魅了されるスノタン大量発生じゃないでしょうか。サイアンドコーでして、いやーマジたまらんな。これなんやろ、乙女になった気持ちです。ごめんなさい、なんかいろいろ解説とかしようとか思ってたんですよ、もっと本当はね。ちょっとそれはミュージックビデオでは俺には難しかった、もう好きが先行しすぎた。てのでちょっとこの後もみんなとまた喋っていきたいと思うので一旦閉じます。チカログ。はい、ということでスノーマンラブトリガー最高でした。もう
ただただごめんなさい、めちゃくちゃファンで見てました。素のターンとしての凌介が出まくってた感じはすると思います。まあ、むしろそこをこの一人画角では楽しんでもらえたらいいのかなっていうふうには勝手に思ってますので、プロダンサーとしてっていう部分はちょこちょこ出しつつ、素のターンダンサー8対2ぐらい楽しんでもらえたらいいのかなと勝手に思ってますので、もっとダンサーらしく解説してくれよっていうのはちょっと一旦僕の一人画角では受付しておりませんのでご了承くださいということですね。今回年末に長時間年越しのスノーマンのライブがあったと思うんですけど、僕まだ全部をしっかりと見れてなくて、っていうのも見ようと思って全然見れるんですけど、もともと3日までで消されちゃうかなんかやったと思うんですけど、やっぱりスノーマンの優しさというか、この石川県のこともあってみんなを励ましたいっていう気持ちも込みだとは思うんですけど、ずっと置いといてくれるということになったので、どっかのタイミングで僕一人画角でもよければ一緒にライブを見ようよっていう YouTube ライブできたらいいかなとか勝手に思ったりしてて、ちょっと開催するかどうかはまだ未確定なんですけど、タイミングやったり僕の時間的に調節できたりとかすれば開催したいなと思ってますので、その際はぜひ一緒に見てもらえたら嬉しいなと思っております。そしてこの動画の冒頭の母親と踊ったっていう映像なんですけど、この後のおまけで軽く踊ってるだけなんで、そういう厳しい目ではちょっと見ないでほしいんですけど、おまけに乗せようかと思ってるので、よかったらこのまま最後まで見ていただけたら嬉しいなと思います。まだ来年もそのままライブをやっていただけることを願って、次回の抽選も頑張って応募しようと思っているので、現地でお会いしようでして、てな感じで YouTube 力グマ年内チャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております。この動画が楽しいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。そして概要欄の方に SNS を載せていますので、ポチポチポチとフォローのほどよろしくお願いします。では今回はこんな感じで終わります。せーの、バイバーイ。